さあ赤字路線の、カズラジバージョン今日もやりましょうかね、関西雨が降っております。はい、皆様こんばんは。野球、オリックスさんの野球のない心穏やかな月曜日が、終わろうとしておりますね。まもなく火曜日、日付変わりますよ。というわけで、まあ、野球の話はあまりしないこのカズラジバージョンでございますが、今日も、頑張って喋ります。よろしくお願いします。ジェンナリーノさんです。大前さん、いつも配信ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。過疎のお話で、このカズラジがね、過疎ってるという話なんだけども、過疎のお話で北海道の鉄道が思い浮かびました。どうか廃線にならないでほしいと願っております。まあね、いろんな流れがあるからね。はい、ということで、北海道は鉄道マニアの方たちにとっては聖地と知りましたが、カズチューブもオリックスファンのエルサレムとして貴重な交流の場になってほしいと密かに思っておりますと。ありがとうございます。別に密かに思わずとも、声を大にして思ってくださってもいいわけですよ。その思いを発してくださってもいいわけですけどもね、密かに思ってくださるジェンナリーノさん、ありがとうございます。それから、総海王さん、大前さんの言うカズラジ鉄道にこんな駅名があればいいなと妄想してしまいましたという、山の茶屋駅、お花茶屋、三軒茶屋、天下茶屋など茶屋がつく駅名に心が惹かれます。他力本願寺前、いいね、他力本願寺前ね、思わず参拝したくなり、降車しそうです。いいですね。他力本願寺は次で降りが便利ですっていうね、そういう感じがいいかもしれませんね。以上、妄想族のざれ言として、ご容赦くださいということですが、あの茶屋、そっか、結構ありますね。天下茶屋って僕は行ったことないんだけども、あるね。三軒茶屋とかあるもんね。はい、ありがとうございます。梅田には駅名じゃないけど茶屋町ってありますもんね。はい、ありがとうございます。それからね、坂井戸さんです。オリックスの名場面のお話がありましたが、まだ挙げられていない試合の中で僕が一つ選ぶならば、2020年7月10日の日本ハム戦ですと。この日はコロナ禍が始まって以降最初の有観客試合でした。ああ、そうだったんだね。敗戦濃厚の中、アデルリン・ロドリゲスの超弾丸ライナーでのサヨナラスリーランホームランです。ああ、僕これ実況してたんじゃないね。え、確かね。そうだったね。当日は現地観戦でしたが、ロドリゲス選手はよくあの打球で確信歩きできたなというのも驚きでした。まあギリギリだったもんね、ライナーで低かったからね。またコロナ禍が始まって当たり前だったものが何一つ当たり前ではなく、1回目の緊急事態宣言の時はプロ野球の試合も当然なく、ラジオトークで始まったカズラジが唯一の楽しみだった日々に光が差し込んだ感覚は今でも覚えていますと。その頃に始まったんだよね、ラジオトークのカズラジはね。そしてそのシーンを大前さんの実況付きで未だにパリーグ TV などで見ていますと。まだ見られるんだね。はあ、そうですか。あの試合が初めての有観客のゲームだったんだね。あの時はね、もうオープン戦までやったんだけど、開幕がずれ込んでね、どん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 延期になっていって、6月に入ってようやく、開幕した。最初は無観客で始まったというね、なんかもう2年前の話なんだけど、ずいぶん昔のような話にも感じるしね。ありがとうございます。琉球の折り立ちさんです。カズラジ鉄道素敵です。なんかみんな鉄道ネタは食いつくね。私も定期券購入しますねという、毎度ありよろしくお願いします。はい、ミーポンさんは減便を避けたいカズラジバージョンありがとうございますということで、減便はあるかもしれませんよということで、
あさっての横浜スタジアムでの、みかん氷を楽しみに待ち遠しいです。あるね、ちなみに大前さんが印象深い横浜での出来事はございますか、野球以外の話が伺いできればというね。横浜か、横浜はどうだろうな、野球以外であんまり行ったことがないのね、横浜って。ただほら、小田和正さんの歌で出てくるのが横浜の風景がよく出てくるじゃないですか、だからなんかこの港の見える丘公園とかさ、行ってみたいんだけどね、まだ行ったことはないのよ。横浜公園はあるよ、もうあそこはもう横浜スタだから、浜スタってか、あの公園の中に浜スタがあるんだけどもね。そうか、横浜もやっぱり中華街があってね、美味しいしね、食べ物はね。はい、ありがとうございます。馬車道とかさ、桜木町とか、なんかいいムードですよね。横浜の地名もなんかいいですよね。はい、ありがとうございました。横浜スタジアムでの出来事はいっぱいあるよ。柳田悠岐の電光ボード直撃破壊弾とかね、実況させてもらいましたし、試合中になぜか猫が乱入するというのも僕やりましたしね。やったなぁ。で、審判にボールが当たってという、そんな珍事もあってね、ありましたね。いろんなことがありました。打球が審判に当たってね。それから春分さんです。子供を乗せるお母さん、自転車の話ね、本当に事故だけはないようにといつも思ってしまいます。最近は車輪が3つあるものありますね。電動アシスト付きのものもありますが、なかなか高価なものですね。そうかな。少ないですが、助成金が出る自治体もあるようなので、もっと広まればなと思いました。そうだね。ヤマッチョさんとか、僕の元々の地元の池田市なんていうのはね、ダイハツさんが本社があるんで、なんか若い世帯に対して軽自動車のなんか補助があった時期もあったんじゃないかな。でもさ、車買ってからがね、駐車場代だとかさ、税金だとかあるから、維持費が大変だもんね。だからどうしても自転車になっちゃうっていうお家もあるみたいなんだけどもね、本当危ないねと思いました。本当、そうそう、自転車で思い出したら、昨日さ、京セラから帰る時にちょうどね、大きな道に出るところの、交差点で、僕が青ですよ。当然そこを横切る、歩行者信号は赤ですわね。で、僕の前に1台軽自動車が走っていた。で、その前を赤信号にもかかわらず横切ったおばさん、横切ろうとしたおばさんがいた、自転車の。で、そのおばさんは、まあ、赤だと分かってるのに突っ切ろうとして、車が来たから急ブレーキをかけて止まった。で、その急ブレーキをかけて止まった、その一つ前の、僕の前にいた、車のドライバーには、すいませんみたいな顔して頭を下げていた。おい、分かってるのか、じゃあ止まれよと思いながら、で、まあ僕もそこ、それについて、また過ぎていったらね、おばさんまだ赤なのに、またそこから進んでいきましたけどもね。すごいな、大阪のおばちゃんと思いましたけども。赤なら止まって、もう本当お願いだから、もう自転車一番怖いのよ、もう。ある時は車道を暴走するし、ある時はもうなんか歩道を走ってるしね。で、歩道から急に車道に出てくるしさ、困ったもんですよ。歩車分離でね、都合のいい時は歩行者青で進むし、都合の時は車になって、この、自動車の信号、青信号で突っ切ってくるし、まだそれはマシかな。赤信号でも平気で行く自転車が多い。それが本当危ないんでね、と思います。江坂、特にそれが多い。はい。ひで99さん、ごめんなさい。銭形さんです。大前さん、おはようございます。思い出話を聞かせいただきありがとうございます。なんか俺話したっけ。また似たような質問で、野球場か、申し訳ないのですが、京セラドームでおすすめの席を教えていただけますと幸いです。僕ね、京セラで野球見たことないのよ。スタンドに座って、本当にそれこそ申し訳ないけど、京セラは本当お仕事って感じで、ホットモットはね、
なんかスタンドに座って見るということがあったので、それはボールパーク構想の関係でどう野球場が見えるのかっていうことを考えていた時期があったんで、いろんな席座りましたけど、京セラは僕はもう正直言いまして、ほとんど席に座って見たことがないのね。放送席以外、記者席以外見たことないんでよくわかんないんだけども、放送席下の、ネット裏の2階席、あそこは全体が見渡せて、視覚も少ないし、全体がよく見渡せていいですよ。はい。僕はおすすめするならば、ネット裏2階席、上段席を京セラの場合はおすすめいたします。で、銭形さんは、京セラの時は基本内野席に座ることが多いんですが、エキサイトシートや外野のレストランとセットになっている席が個人的には興味がありますと。ああ、そこもいいかもしれないね。ぜひ、行ってください。よろしくお願いします。とても素敵なギターをお持ちなのですね。まあ、ギターはね、まあまあ持ってます。オーディオ楽器の買取専門店を営んでおりますので、あ、そうなのぜ、2月さん、僕のギター買ってください。素敵な商品を見させていただけるだけでとても嬉しく思います。ギターの詳しいお話をしていただいている際はいつも以上に音を上げて勉強させていただいておりますという、そんな大したことは全然僕も分かんないんだけどもね、ありがとうございます。それからヤマッチョさんです。今回といい前回といいすんごい貴重なギターなんですね。まあ、今日鳴らしたギターも昨日と同じなんだけどもね。いつかビーズステージで生音を聞いてみたいですと言っても違いがわからないと思いますがって、まあわかんないだろうね。僕もわかんないもん。弾いた感じはわかる、やっぱり。でもだからよく楽器屋さんでさ、なんかポンと置いてあって試奏用のギターとかあるんだけど、あれなんか弾くともう全然違うもんね、音がね。あ、いつもはいいギター僕は弾かせてもらってるんだなっていうふうに思います。大前鉄道、勝手に大井川鉄道とダブらせております。南海や近鉄の特急型車両に東急や蒸気機関車までいろんな話題が交差するところは似ているなと。あ、そうなの。脱線から長期運休は避けてくださいねって、話の脱線はするんだけどね。脱線はする、けども事故になるような脱線はしない。脱線っていうか遠回りをしますね。大前鉄道はゆりかもめみたいなもんで直線で行きゃいいのにぐる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 回るというね、感じで。ホタルの話題で地元ネタをご存知かもしれませんが、姫ボタルの、保全地域がロマンチック街道のスタバ近くにあります。姫ボタルは全国でも珍しいそうですよということ。あ、そうなんだ。ということは千里川が綺麗なのかな。ねえ、僕は知りませんでした。そうなんだ。じゃあホタルがいるんだね、保全地域ということはね。ありがとうございます。僕がよく学生時代見に行ったのはね、川西の稲川の上流の清和台っていうところあるんだけども、そこに行くとね、もう稲川の上流ですから水がきれいなんだね、きっとね。そこで、ホタルが舞う、ちょうど今ぐらいの季節かな。もうね、街灯も何にもないところに車で行くのよ。車でちょっと川の川っぺりまで。でもう何もないのね、周り民家もないし街灯もない、そこに車で行って、で車止めるでしょ。でそこでヘッドライト消すんだ。もう周り本当真っ暗ね。そこにホタルの光がね、マウス型というのはね、とっても、なんか懐かしい思い出ですけどもね。バイト先の友達みんなで行って、あれ一人で怖いから行けないもん、そんな暗いところ。複数人で行ってね、パッとヘッドライト消して車の見ましたね。大学生の、ホタル鑑賞でございました。ホタル鑑賞の夕べ。はい、ありがとうございます。それから一郎五一さんです。大前さんこんばんは。いつもカズラジバージョンを優先して拝聴しています。ありがとうございます。まあ、僕も一番これは楽しいんだけどね。アップされた翌日の帰宅後に拝聴することが多かったのですが、最近は就寝前にアップされれば眠りにつくお供に拝聴しております。
ということはあんまり騒がしく喋ったらダメなんだね。就寝後にアップされた時は、翌朝の出勤前のちょっとした時間と通勤の電車の中で拝聴しています。3月のダイヤ改正でいつも朝乗っている電車が小田急の車両から東京メトロの車両に変わって、車内で Wi-Fi がつながるようになって、あ、いいな、朝の電車内で拝聴できるようになりました。ただ今朝は拝聴後寝てしまい、7駅乗り過ごしてしまいました。あらま、かなり心穏やかな休み明けで寝心地が良かったものと思われます。これからも過疎化に負けずよろしくお願いします、ということでありがとうございますね。はい、なんか以前は汚れてしまった川があって、そこは昔ホタルがいっぱい飛んでいた。そこに川が汚れてホタルがいなくなって、これじゃいけない、もう一回ホタルを呼び戻そう、ね、川をきれいにしてホタルを呼び戻す、そんな運動がありますよね、各地に。はい、このカズラジにも、リスナーがいつか戻ってくる日があるんだろうか。ということはこの中を掃除しないといけない、きれいにしないといけない。でもこの、番組の内容自体はそんな簡単にきれいになるもんじゃないね。どうやったら、はい、過疎化が防げるんでしょうか。まあ過疎は過疎でいい、ローカル線はローカル線の良さがあるというふうに今は割り切っております。ギターポートの店主川辺亮さん、川辺さんありがとうございます。亮さんだっけ、明さんだっけ、川辺さんです、いつもありがとうございます。大前さんお疲れ様です。 D4242 いいですね、いいね、やっぱりマーティの40番台っていうのはいい音がしますね。これがまたもう一ついい材を使うと D の45っていうのがあるんだけども、これはまたいいね、高いね。でもね、僕はそこあえて行かないんだけどね、45には、もうその手前の42で止めてるんだけど、42とか41で十分いい音がする。で、僕は昨日42を弾きましたけど、実は41の方が好きなのよ。で、これは三宮の島村楽器のね、ギター担当の、お兄さんともその話が一致して、僕も41の方が好きですというね、方がいらっしゃいましたけどもね。マーティンといえば代理店の黒沢楽器さん、そうなん、総代理店、正規代理店、メルセデスというところの柳瀬さんみたいなもんですよ。黒沢楽器さんから6月1日から値上げのお知らせがありましたね。なんか今マーティン高いみたいよ、すごい。この前もなんか、それこそ島村楽器の方がおっしゃってましたけどもね。ちなみに D42 は77万円から91万円と、他のモデルも全て値上げのようです。へー、いくらか忘れたけどそんな高いんだ。安物ジャパンヴィンテージマニアの私には買えませんが、D の28とか良いものがあったら欲しいです。まあ、いろんなギター触ってらっしゃいますもんね、川辺さんはね。値段の上がった D42、 これからも可愛がってあげてくださいませ、ということで、はい、頑張って可愛がありますけど、置くとこないんだよねって、引かないしさ、カメさん買い取ってくんない D42 まで言ってますけど、というわけで、そんな感じで、今日は HD の 16R っていうやつかな。で、これなんでこれ HD16 にしたんだろう。 D の16っていうのは廉価版なのよ。 D の18よりもまだ安いギターなんだけども、でもその D の16という、本来は使ってないような、このその安いギターに本来使わないすごいいい木を使って、ちょっとした装飾を、施して、まあ地味なギターなんだけども、バーティンがそれを作ると D の28よりも高い。これね、川辺さんね、これ2年間しか作らなかったギターなのよ、 HD16R っていうのは。アディロンダックのね、素材で、で確か2年しか作ってないんだけども、で僕これ175周年モデルで、これおそらく、まあ、D の42ほど高くはないんだけども、片手は超えたよという、そんなギターなんですよ。まあでもこれ僕が持ってたらヴィンテージものになって、将来
値が上がるのかな、なんかそういうふうに思うと寂しいね、なんかね、やめとこう、別にその、投資の目的で楽器を持ってるわけじゃない、趣味の問題ですからね。というわけで、今夜も明石路線にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。まもなく終着駅が近づいてまいりました。皆様お忘れ物ないように、お降りくださいませ。この後は皆さんのそれぞれの生活にお乗り換えくださいませ。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。